塩、醤油、お酢、現役看護師空手2段の黒帯店、品川のジュリアです。お願いします。はい、もうサムネイルを見てわかると思うんですけれども、今日は先日両国国技館でプロレスデビューした時の模様を、切り取ってお届けしたいなと思います。はい、全部見たい方はね、レッスルユニバースに入っていただいて、まあそれかね、今後会場に来ていただいて見ていただければいいんですけれども、ちょっと部分部分切り取ってちょっと自分なりの感想を言っていこうかなと思います。最後には試合後のコメントもありますので、ぜひご覧ください。本日の第1試合、長野ジュリアデビュー戦、20分一本勝負を行います。今裏でめちゃくちゃ緊張して、いつ出たらいいんだ、いつ出たらいいんだってゆかさんに引っ張ってもらいました。決まった、経験する。意外とね、意外と緊張せず楽しく歩いてますね。実はこの花道の真下ら辺にね、うちの脳外科の先生が見に来てた後で知ったんですけど、ポイントはステートが落ちないように持ったまま側頭蹴りをすることです。これね、よく見ていただきたいんですけどね、あの肘サポーターが取れてしまって、で、あの帽子をかぶってるの忘れてて、あのナースキャップですね、ポイってしました。今あの肘のサポーターを逆にはめてて、レフェリーさんに「うん、逆だね」って言われました。ここからめちゃくちゃ戦闘モードで、まずはね、モカさんに頼んで、満を持して初リングインですね。
こで相手を牽制しようと何発か攻撃を、なかなか当てに行くっていうよりか牽制しに行く感じ。やっぱグラウンドになるともう全然なかなか返せない。なんとか返して。痛いんですよ。たまたまロープが近くにあって。めっちゃ痛かったんです、このエルビー。あざになってます。距離前がいたので飛びソフトを出しました。
仕留める気満々です。痛いんですよ、めっちゃ息ができなくなる。これもやばかった、マジでめちゃくちゃ苦しまってた。いやいや、これもね、これもめちゃくちゃ不意に後ろから来る顔面はマジでめちゃくちゃ痛かった。あんま記憶ないですね。もう絶対食らいたくないと思って逃げました。ブラジリアンキックですね、最後の足を手で持つことによってこうパチンっていう力で攻撃力が連携で、でもこれ今めっちゃいい勝てそうな流れだった。試合がどうなってるか全然分かんなくて、そうなんです、この勝者スズメでもう聞いた瞬間なんか涙が止まんなかったんですよ、悔しくて。今見ても悔しいけど、もうボロ泣きです。もう1年分の涙流しました、去年の。この爽やかな、もうすごい強かったなって思って、2人がもう戦ってくれてありがとうっていう純粋に気持ちでした。19日、東京女子プロレスの両国国技館大会でプロレスデビューを今終えてきた、本当終えてきたばかりで、宮本萌歌選手と、タッグを組んで、相手はアリス選手ということと鈴木選手ということで戦って、結果的には負けてしまいました。3月19日今日に向けて結構その空手はできるけど他のことができないので結構練習してきたんですけど、
やっぱりまだまだだなっていうふうに思って、立ち技とかは得意なんですけど、寝技とかグランド系がちょっと苦手だなって思って、その負けたままで終わりたくないなっていうところで、プロレスを今後も続けていきたいなっていうのが自分の中で決心できたので、今後もプロレスをして勝ちたいと、強くなりたいなっていうふうに思います。はい、応援してくださった皆さんはありがとうございます。申し訳ないんですけど、次は勝つので今後も見守っててくれると嬉しいです。おっす。